こんにちは、小野瀬です。今年6月21日にですね、なんと僕の初ソロアルバムが発売されます。タイトルは落書きなんですけれども、こんな感じです。今回のアルバムはですね、すべてのアルバムに1枚1枚自分でサインをこうやってしといたんです。そして特別に何枚かですね、ジャケ写の中に、ちょっと待ってください、どこに書いてある、あ、こうやってですね、落書きが入っております。なので皆さん、自分が手に入れたこのアルバムに落書きがあるかないか楽しみにしながらですね、今回のこの初アルバムを楽しんでいただけたらなって思っております。初めてのアルバム、すべて自分でプロデュースして頑張って準備して作り上げた作品になりますので、落書きよろしくお願いします。そして7月から始まる落書きのツアーもよろしくお願いします。それじゃあリリーベで会いましょう。またね。